いらっしゃい。あれ、レイシナさん、レイシナさんもお店出すんですか。うん、ちょっと小遣い稼ぎでね。ここって出店の制限緩いしさ。というわけで、とっても綺麗な場所でした。すべてがガラスでできた遺跡か。それは興味深いね。さあ、バナ、帰ろっか。お洗濯物しなくっちゃ。甘っ。また来るからね、ニオ。いいものが見つかりそうだよ。まあ、いつも通りの結果ってところで、こんなものかな。こぼさないように組んで、うわぁ、ちょっとこぼしちゃった。今日は何が取れるかな。お姉ちゃん、